はい、どうもさん、こんにちは、TV です。今回もウィニングレベル2019やっていきましょう。ということで、こちらですね、レジェンズ・イングリッシュ・クラブズということで、これ、リバプールの、まあ、レジェンド選手たちが入っているガチャといった感じになっているんですけれども、はい。見ていきましょう、詳細。はい、まあ、ダルグリッシュで、やっぱ当たりはこれかな。ビエラ。パドリック・ビエラ。それジェラードもいいよね、まあ、持ってない。ジェラードもいいっすよね。キーガンもいて、はい、ベッカムもいますよ。ポジション的にポジショントレーナーを与えたいとか、うん、ああそうだね、そういうのもあんのかな、うん、場合によっちゃね、見ていけば。イアン・ラッシュで、この選手ですね、金なんですけど、マイケル・オーエン、レベルが75レベルまで行くんで、この選手は相当来たら激アツというか、一番欲しいこのガチャでね、うん、そうだね、なんだかんだやっぱり75レベルまで行くとやっぱ相当数値高いん で、 チラホやまあマクマナマンとかもいるんで、まあ、はい、とりあえず20連ぐらい回せば、絶対まあロビー・ファウラーとかさ、シュッと来るんだよね。まあ20連回せばね、まあ、レジェンド来るんじゃないかなと思う。わかんない、ちょっとやってみよう。何連でレジェンド来るかやってみます。あ、そうだね、何連でレジェンド来るか、いきましょう。レジェンドが来たらもう一回もうマッキンキンなんで、最初の始まりがマッキンキンクーみたいな。あ、これもレジェンドじゃない。そうか、そうだから、もうこれはあのアザール、アザール、違う選手が来ますよ。ケーン、あ、ムサデンベレ、デンベレか。ちょっと待って、このガチャでどんぐらいいいんだろうな。450、いや、じゃなくてなんか結構当たりやすいのかな、黒とかは。30、何本いるっすよ、黒。23。まあ、うん。うん。そうか。そうか。ちょっと厳しいわ。厳しい。ちょっとこれ、頑張んなきゃいけない。頑張んなきゃいけない。金で光れば、おー、めっちゃイングランド。いや、光ってるやつ見たいよ。リバプールだから、これ全部もしかしてイングランド？はい、金。あ、デルアリか。どうなんだろうね、デルアリね。FP で来そう。若い選手ですよね。FP で来そうだね。そうだね。めっちゃ強いの。ホッテナム・ホットンスパー。その、こういった選手を FP で来る、なフィリピン・ムローとかそうだし、銀だっけ、フィリピン・ムローなんて銀なんだけど。フィリピン・ムロー銀だからね。めっちゃ強くなって来たからな。いや、来ない。まあ、ミンディングランドの方、絶対いいのに。リバプールのガチャだから。そうだね。ベストセレクション、ああ、銀。はい。はい、まあ、ここら辺はオーエンがね、そう、あの当たった時にオーエンのためにパクパク。そう、パクパク飲んだ。さあ、まあ、75はまだいい方で、URB と90までいったから、ね、大変だった、あれは。まあ、そうだね、うん。そう考えればそうだな。ああ、まあ、ベストセレクションの部分だ。ああ。うん。フランス、金で、金多いぞ。まあ、それはそうなのね。ドゥビシさあ、ドゥシまあ、ちょっとね、このガチャはまあ強化するんだったらちょっと大変なんだけどね。チーム強化っていうのは結構大変だけど、やっぱりレジェンドがいるだけね。レジェンドが来た時に、あ、スペイン、5回目でスペイン、あ、金、あ、止まれまる、はい、まあ、や、使いやすい選手だよね、本当に。うん、使いやすい。ちょっとね、これちょっと怖いな、考えてみれば。よくよくボックスの内容を考えてみれば。いやいや、怖い怖い。でも金でもまあ若者マンも多いもんね。まあそうだね。っていうのを考えれば。このレジェンドのこなささ、うん、どうなのかと。いや、なんでで来んのレジェンドって話なの。そうだね。そこ気になるわ。おい、ちょっとこれ誰、あ、ベイルやん。ベイルやん。ベイルってこの前大丈夫だった、ね、あ、バランか怪我してたんだって。そう。バンバーン、あ、パブクリしてた。2枚引きバンジョニカー、行っちゃいましょう。え、2枚引きでレジェンドか、俺はないんじゃない、さすがに。違う、うん、ベイルももうこれ3回目、ベイルめっちゃ強いからね、普通に。あんまなんか、ベイルが、まあ、ベイル4体くれば、まあ1個さトレードに回すっていうのが考えられる。おー、7回目、よっしゃー、よっしゃー、ルイク小池です。お、左足、左、あ、マクマナマン、マクマナマン右だよ、え、多いんじゃないもんね、左って。これ、あ、だってファーシャじゃない、ファウラー、シャッ、あ、ロミファウラーね。2枚抜きまんじゃないの、レジェンド、レジェンド。そんなことあんの、大切にお米ですみたいな、私が育てたお米ですみたいなボールの持ち方してロミファウラーです。64まで行くんで、64まで育てると結構決定力とか確か鬼だったのかな。ああ、なるほど。いや、ファウラーか。ああ、7回目か。7回目ぐらいです。あと1回ぐらい来るかな。そう、もう1回続けて。いやー、やっぱあの金のピカーみたいな、ピカーいい、目いったってなるじゃん。イングランド、マグワイア、マグワイア結構強いけどね。あー、結構強い、ボーダー式やったっけ、一瞬がやばいよね。うん、
めっちゃ遅い。まあどうだろう、まあ、だから金だとな、なんかケツから出されてるような気がしてならないね。その、わかる？絶対ロビーファイアが来ると思ったもん。まあね。あとはヒャッってやつも来るよ。いやらしいもん。ヒャッってやつも絶対来るんだ。さあ、9回目ですかね。あ、黒っと、あ、10番これ、10番で見た。あ、さあ、あ、たった方？あーはーい、しゃオタメンディだね。これ初？持ってます。あ、持ってんだ。オタメンディもね、別に悪くはないと思うんすよ。普通にまあまあですが、ちょっとやっぱ瞬発の部分が気になるよね。めっちゃ68っていうのがどう響くのかっていう部分ですね、うん、結構ね、そのセンターバックとかでも FP 選手いるんだけど、そんなに今のところ持ってないね。おもちゃ TV の方はセンターバックの FP でこれみたいな。ルーベン・ディアスがもう一番トップだけど、さ銀、ここら辺銀だね。だからまあ本当に FP で言うとペペ、うん、が唯一 CB で来たかな。あとまあシュクリニアルとかちょいちょいは来てる。そうだね、パートナークラブだとちょいちょい来てたのかな。ただ FP としてはって感じかな。さあイングランドが続く。アザールとか来ねえの？入ってる？アザールいたっけ？いないんだよね。よいしょ、はい、すごいね、結構なポリゴンの荒さだと、うん、はい、これでも12回目ぐらい。なるほど。さあ来るか。いや、あと1回来ねえかな、その金のやつ。いや金すごいね。いやビーチエグるよ、うん、なんかおお、なんかあれはもうあれも違うの、来た時に音は同じ。まあなんか、まあなんか気持ちいいみたいな、うん、もうちょっとなんかその確定みたいなのが欲しかったけど、ね、ああまあ、うん、ビチビチみたいな。でも黒出やすいから、うん、まああれだってなんだけど、レデンとかだったらなんかビャーンみたいな、なんかちょっとなんかパチンコ的要素って言ったらあれだけど、あ、まあそうだね、その格変みたいなのが欲しかったの。今熱いよみたいな。ピーよ、ピーよ、パイじゃないの、ピーよ、ピーよ、なんかなんかまああるよね、読み方が。海外のエンゾンジャ、ヌゾンジとかさ、ムバッペ、ムバッペとかさ、ムバッペ、ムバッペとか、なんかまあどっちが正解だかよくわかんないけど、まあでも無理やり日本語っていうかカナ表記にしてればしょうがないんじゃない。イングレーン、やっぱ来ねえな。なんかやっぱレジェンド熱いね。おい、キーパー、キーパーだね。デヘア、ナンバーワンキーパー。ここにデヘアか。持ってるよ、持ってるもん。ハンバーグー、ペンペン、意外と欲せんのよ。うっそ、これまあウィールで見てるだけだからさ、全然今まで来なかった。16とかそんなもんですよ。なかなか来ないよね、やっぱ2回来てるよね。いや、レジェンドは1回だね。1回だっけ。うん、黒はもう3回か4回来たのかな。いや、レジェンドもう1回来て、3回くらい来たのか。もう1回来てー、キーン、来た、2回目なんですもんね。まあ、センターバックとしては普通にジョナタン・バンバとか普通に FP で来てますね。そう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 、超強い。まあ、超強いっていうか、かなり強くなってますね。フィルベル銀だからね、うん、銀でもね、もう黒で、だから小林優とか、あの J リーグの方もアプリ来るじゃん、うん、それ楽しみよ、俺。そう、めっちゃ楽しみ、普通に楽しみ。3月なのかな、来るの。あの、要は J リーグがさ、12月ってもうほぼやってないんだよ。あ、だからアプリで出て J リーグ入りますとか言っても、いやもう J リーグはもうシーズン終わってんだよみたいな。なるほど。で、多分やるのが確か3月ぐらいからなのかな、本格的にシーズン始まるのが。そう考えると FP3 月ぐらいに J リーグが来たりとかするんじゃないかなと思う。来ないよ。どうなんですか。あ、はい、あ、フレッチじゃない。フレッチもう俺結構育てたよ、取ったしね、あれ大当たりですね、超強いね。まあその30レベルだとまあまあなんか微妙だと思うけど、でも30レベル結構強いよ。強いか、育てていくと強いんだよね。うん、いやーでもあれだな、これでも20連回したよね。1万4000円くらい入ってる、9900円、20連ぐらいは。そういうこと。だってマジで出ないんだよ。いや、20連で1回とかぐらいなのかな。ああ、まあ金だしね、ちなみに出たのも。まあそうだね、まあちょっともう1回出るのに行きたいな。うん、そうだね、もう1回出したいね。応援マジで結構しないやな、出すの。でも金だから応援はレジェンドだ。レジェンドだけど、まあそうなんだよな、そこがあるよな。なんかさ、空にする勢いじゃないと厳しいね。いや厳しいと思うよ、応援も。でもさ、ビエラとか欲しいよな、いジェラードとか。ウィシューみたいな欲しいけど。ウィシューみたいな。メンディーやん。あいや、来るかな。すごい気合の入った。この辺に来てほしい。気合の入った黒人は怖いな。いや、怖いですね。うん。当たり強いから。さあ、エン
でも続くね、イングランド。銀、ここら辺で。あれ同じ系統で。ムーイですね、ムーイ、オーストラリア。ちょっとね、でもこれボックスだから、まあ減っているからね。まあそう。うん。そのなんか同じの来るんだったらもう死ぬけど、このボックス量で。いや、これな。ユリも見せますよ、24万とか。おいおいおい。キー。いいぞ。なかなかね。まあちょっとできるならレジェンドでも黒のレジェンドが欲しかったな。そう、ビエラとかジェラー。ケツから出されてる感が半端じゃないのよ、ね。来ねえ、マジで。まあまあそういうもん、そういうもん、それは。あとまあ30連まで行こうか。おぉ、ちょ、ここで黒出すとね、逆にってもあるよ。あ、当番違う、当番だよね、多分。当番って FP で来なかったよね。来てたよね。まあ、当番自体の FP は持ってたっけ。ね、持ってると思う。あ、パパスタス来た。あ、来たよ。え、これもう初？パパスタスは、あれで取った。あ、これトレードで？オークションで、トレード。あ、もうその辺全部取ったんですよね、ナビゲーターと。もう金でめっちゃ被ってた。あ、もう、しらみつぶしてる。だからそのことしてるからだから。そのことしてるから FP 来ねえんだよ。そういうこと？うん。せこいじゃん。せこくはねえよ、別に。せこくはねえだろ、別に。せこいじゃん、全部持ってて。せこいせこい。全部持ってるよ、もう。せこいせこい。ルースクしたことがせこいせこいせこいから出さないよ。出させない。どういうことやねん。ああ、ちょ、待って、白いよ、全部画面が。どうした、お前、これ。金馬出て、金馬。ちょっとあかんな、これ。これもう30連ぐらい回しに。ホワイト一色。8000、4900、14900、8000。もう結構回せる。お、鬼おにぃ、もうさ、ケツの方に固めてたら最後さ、レジェンド祭りみたいな感じになんない？ブリ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 って出るよね。出るよ、めっちゃブリ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 。そんなんおかしいよね。そんなおかしいと言っちゃあれだけど、マジ出ねえじゃん。最後の最後にビエラ挟んでんじゃねえぞ、お前。ビーダマみたいな感じでさ、なんかガチャがあったら嫌だった。上の方に即好き。うん、あいいか。でもレジェンドだから即好き行こうかな。まあそうだね、レジェンドじゃ長いからもういいよ。もういいよね。しょうがねえな。うん、と思ったらここでみたいな。そう。おい！おはよう。めっちゃ塩気。全く本当に。おばあさんの食事みたいな。全然、塩分がないじゃんみたいな。おばあさんの食事ですみたいな。おっぱーチェンバレン。チェンバレンいい選手だよね。ちょっと待って、これおかしいよ。一回ぐらい後見せてよ。あと一回。ほんと、金で応援。マクナマン、マクナマンはまぁ、来そうでこれ。あー、来るかと思っちゃった今。うわー、なんかジョンストーン、このガチャの感じやだな。楽しみがねえな。そうだね。すごいよこれ。まあ、まあ、早っ。ちょっと待って、最後。来るか。あー、来ねえ。おーい、ピーポク来てんじゃん。グン、胸のとこ触ってますよ。ポグはね、まあ、弱点化したとは言われても、あの PSO のオンディーモードとか強いからね、普通に FP で来てほしいよ。あのフォーバー使ってほしい。いや、だってこれで360だった今。100体減らしたね。100体。あ、早い。ちょっと待って、マジで味気ね。ちょっと5000まで行こうか。そうだね、5000まで行くわ、とりあえず。今、だから9000入れたってことだね、5000まで行けば。そう。それで、みんなちょっと確認してください。ちょっとマジこれ。ちょっとなんか、ツルツルの人多いな。ちょくちょく見るね。さあこれでどんぐらいまで絞れたんだ。100か。でも100じゃ足りねえのか。おい、頼むビルチ。ビルチカモンよ。いいよしよ。はい。あー、ちょっと多い、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 ちょっと待って、あ、うわ、違う感じする。ちょっと待って、うわ、マクマナマン、マクマナ、え、うわ、うわ、うわ、え、あー、もう私の育てたお米ですみたいな。どうも、私が作っていますみたいなね、あの地域の人。あー、あのスーパーから行くと。はい。あー、ダブルビッグっぽいや。あ、でもまあ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 、悪くないよ。まあ、強い強い。レジェンド軍団だから。育てりゃ強いんだよね、確か。いやー、来たけどね。2回来た。そうだね。ね、多分ね、これ1万円は入れてないと思うんですけど。そうだね。1万4900円あったから9000円ぐらい。9000弱ぐらいで、約2体。
やっぱレジェンド、略じゃないけど、まあ、レジェンド2体、いや、これ全然来ないじゃん、ここら辺の人たち。なんかもうケツに固まってんじゃない、解明したのか。いや、これ欲しかった。おーい、でも次さ、もうさ、ロビン・ファウラーも出たよね。いや、あのシャアは来てないよ、まだシャア、あれイアンラッシュ、イアンラッシュ、イアンラッシュ出てきてない。絶対次イアンラッシュか、イアンラッシュだと応援だ。ロビン・ファウラーでしょ、ケツから出してんもん、これマジで。いや、イアンラッシュ黒でしょ。あー、黒なんだ、黒、イアンラッシュ黒だもん。で、次金くれば、今応援、絶対アバーって顔してるな。いや、だから、いや、ちょっとこのレジで引きたいね、まだね。そうだね。ちょっとまあ動画なくなっちゃうとここで終わりますけど、またもう1万円ぐらい入れたら、はい、多分おそらく次は黒のレジェンドが来てくれると思うんで、うん。まあそれ、ね、気合い入れます。ちょっと期待しましょう。まあ、お前、ね、辛そうだな、もう。そう、まあ辛すかもしれんね。ってことでしょう、さらっ